パシフィックリーグ公式戦福岡ソフトバンクホークス対オリックスバファローズの19回戦です。解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。里崎さん、まもなく試合が始まるわけですが、序盤に大事なことって何でしょうか。まあやっぱり先制点でしょうね。どちらが先に主導権を握れるのか。引っ張った、レフトへ打球伸びる、ここはフライになっています。レフト掴んでワンアウト。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。そうですね、一発があるバッターなんでね、やはり低め低めということになるでしょうね。なるほど、そうですか。初球打ち、この打球はフライになっています。取ってツーアウトです。バッターはドレイパー。2試合当たりが出ていません。ツーアウトになっています。この回の武田2球でアウト、あっという間にツーアウトです。そうですね、まあ省エネでねピッチングできてますからね。はい、さあ次のバッターはどうなるか。高めのボール、ここは打ち上げています。上林が抑えて3アウトチェンジです。この回バファローズ三者凡退です。2回表に入ります。バファローズの攻撃、バッターは DH 小栗。現在打率は3割を上回っています。好調の今シーズン。引っ張った、高いバウンド、ファーストゴロ、一塁そのまま入ってアウト。バッターは注目のルーキー栗。好調の今シーズン、現在パリーグの首位打者です。武田、まずは先頭バッターを打ち取って、打ちました、伸びていく、どうだ、入れません、入った、ホームラン、先制ホームランです。バファローズこれでシーズン本塁打記録を塗り替えました。ホークス先制を許します。1対0。ここで一発を浴びてしまいました。しかしまだ1点差、後続はしっかり立って反撃といきたいところ。ライトスタンドに運ばれてしまいました。ホームランです。まあタイミングが合ってましたからね。ここでホームラン、先制点を奪われました。バッターは金村。現在打率は3割を上回っています。好調の今シーズン。ホークスこの回先制点を与えています。次が2球目、落ちる球を選択しましたが手を出しませんでした。ボール先行です。4球目は何で来るか。打った、これもいったか、伸びていく、どうだ、入りました、ホームラン、ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。低めのボール、しっかり引っ張られるとファンの悲鳴の中フェンスを越えてしまいました。ホークス追加点を許します。2対0になりました。ここで一発を浴びてしまいました。レフトスタンドに運ばれてしまいました。ホームランです。しっかり捉えて持っていきましたよね。この序盤戦さらにリードを奪われます。バッターは注目のルーキー鈴木。現在打率は3割を上回っています。好調の今シーズン。ホークス先制点を許す形となっています。インサイド落ちました、キャッチャーが構えます。ファールグラウンドで掴んで2アウトです。バッターは古久保。現在打率は3割を上回っています。好調の今シーズン。2アウトになっています。初球打ち、切りました、ファールボールです。抑えの効いたいいボールですよね。はい、外のストレートがストライク、ノーボール、三振です。3アウトチェンジ。しかしこの回バファローズ2本のホームランが飛び出しました。2対0。里崎さん、立ち上がりに攻められてしまいました。今日は本調子ではなさそうに見えますが、いかがでしょうか。まあただベンチとしては最低5回。初球打ち、ワンバウンドヒットになりました。これで3試合連続安打、ノーアウトランナー1塁です。打順はトップに帰って大石。先ほどの打席はレフトフライに倒れています。前の打席はちょっとヒヤッとするような大きな当たりでしたよね。ここは慎重に行くべきでしょうね。そうですね。ヒットでランナーを1塁に置いています。セーフ、1塁牽制、1塁はセーフ。
一塁牽制セーフ。2球目は何で来るか。高めに大きく外れています。ここはゲッツーを取りたい場面ですよね。なるほど。さあそういった、打ちました、セカンド取った、二塁へ送球、アウト。スタンドのファンからも歓声が届きます。ご覧いただきましょう。ピンチの場面だったんですが、これでランナーはなくなりました。まあランナーいなくなりましたからね、ピッチャーは楽になりますよね。2番バッター新井、先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。バファローズダブルプレーでランナーなくなりました。ちょっとすっぽ抜けた感じです。これが2球目、大きく外れました。ボール先行です。インサイド空振り、147キロ。これが4球目。さあ次のボールが勝負ですね。なるほど。さあ何を選択してくるか。変化球空振り、3アウトチェンジ。この回バファローズ結局3人で攻撃を終えています。2対0。4回の表、オリックスバファローズ打順よくこの回はクリーンナップから始まります。ドレイパーバッターボックスに入ります。先ほどの打席は引っ張った中村、一塁そのまま入ってアウト。バッターは今日 DH に入っている小栗。先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。まずはワンアウトを取っています。まあここはボールになることを恐れずに厳しいところに投げたいですよね。なるほど。さあキャッチャーと打ちました、三森アウト。ここは送球が間に合っています。この栗、ここ5試合で打率は7割を超えていますが、バッティングの調子が上がっていると見ていいでしょうか。はい、何より彼の場合はホームランが出ているというところで好調さが分かりますよね。なるほど。ここはその好調さを見せた、引っ張った、弾き返した打球はライトへ、最後はライトフライ掴んで3アウトです。この回バファローズ3人で攻撃を終えています。2対0、バファローズがリード。里崎さん、ここは我慢のピッチングが続いていますが、粘ってほしいですよね。まあそうですね、ただベンチではそろそろ交代っていう考えもあるんじゃないですかね。そうかもしれませんね。継投策もキーになってきそうです。打った、伸びていく、どうだ、入れば貴重な追加点、そのままスタンドに入りました。ソロホームランが出ました。これで2打席連続のホームラン、ホークス追加点を許します。3対0。ここで一発を浴びてしまいました。その差を3点とされています。レフトスタンドに運ばれてしまいました。ホームランです。しっかり捉えて持っていきましたよね。試合中盤、徐々にリードを広げられています。バッターボックス鈴木、ホークスこの回追加点を許しています。里崎さん、今日は調子が出ませんね。まあ本来の調子から言うとね、今日はイマイチな感じがしますね。ああなるほど。ベンチはこれをどう判断するかですよね。打ちました、これもいったか、レフトが追いかける、入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。低めのボール、しっかり踏み込んで引っ張られた打球、スタンドまで運ばれています。ホークス追加点を許します。4対0。ここで一発を浴びてしまいました。レフトスタンドに運ばれてしまいました。ホームランです。しっかり捉えて持っていきましたよね。点が入りました。リードを広げられています。バッターボックスは8番古久保。これも行ったか、大きな打球になった、レフト入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。なんと3者連続のホームラン。初球でした、しっかりと引っ張られた当たりはフェンスを越えてしまいました。ホークス追加点を許します。5対0。ここで一発を浴びてしまいました。レフトスタンドに運ばれてしまいました。ホームランです。しっかり捉えて持っていきましたよね。点が入りました。リードを広げられています。バッターボックスには9番吉田。前の打席いい当たりを飛ばしてましたよね。ええ、ここは慎重に行った方がいいでしょうね。そうですね。最初は変化球できました。147キロ。
打った、これも行ったか、左中間に強い打球、レフト入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。なんと4者連続のホームラン。真ん中に入ってしまった変化球、しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。ここで一発を浴びてしまいました。打順は1番に帰ります、バッター大石。先ほどの打席はセカンドゴロ、併殺打となってしまいました。初球ボール、インコースへ大きく外れます、ボール先行です。高めに決まりました、147キロ。さあ4球目は何か、アウトコース決まってストライク、ツーボールツーストライクです。大きく外れました、フルカウントです。打ちました、このフライはヒットになりそうだ、ヒットになった、これで5連打、ノーアウトランナー1塁です。バッターボックスは2番新井、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここはさっきの勝負球をどう使うかですよね。はい、さあどういうリードになるんでしょうか。ヒットでランナーを1塁に置いています、ボール先行です。3球目打ちました、この当たりはどうか、ワンバウンドヒットになりました。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう、これで6連打、ノーアウトランナー三塁一塁。バッターボックスドレイパー、まあホークスとしてはここをしっかり抑え切って流れを引き寄せたいですよね。はい、さあここはしっかり守りたい、引っ張った、これはどうか、ファーストの横抜けました、サードランナーホームイン、バファローズ1点追加します。ライト前のタイムリーヒット、7対0、ホークスなおも2塁1塁のピンチです。バッターボックスには指名打者の小栗、初球空振りです。バッターボックスの小栗、今シーズンの得点圏打率は5割3分8厘となっています。打った、大きな打球になった、これはどうか、センター深いところ破っていきました、セカンドランナーホームイン、ホームに送球、ファーストランナーもホームイン、追加点が入りました、オリックスバファローズ右中間へのタイムリーヒット、9対0、ホークス。なおもここは当然という交代でしょうか、ホークスピッチャーを変えます。マウンドに上がるのは2番手の松田、さあマウンドに上がったのは松田、今シーズン20試合目の登板です。さあ里崎さん、ここで変えてきましたね。まあこれ打った、ライトが追いかける、ぐんぐん打球入りました、ホームラン、ツーランホームランが出ました、これが今日2本目のホームラン。初球でした、強引に打ち返された打球はスタンドまで運ばれてしまいました、ホークス追加点を許します、11対0、クリーンナップに一発を浴びてしまいました。バッターボックスは6番金村、先ほどの打席でソロホームランを放っています。思ったより伸びていきましたよね。はい、バファローズこの回は打者一巡の猛攻となっています。今日は先発全員にヒットが出ています。ジャストミート、伸びていく、ヒットになった、打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました、これで3打数3安打の猛打賞、ノーアウトランナー2塁です。バッターは7番鈴木、先ほどの打席でソロホームランを放っています。うまく運ばれましたよね。はい、ヒットでランナーを2塁に置いています。2球目打ちました、ヒットになった、バックホームする、これでマルチヒット、ノーアウトランナー3塁1塁。最初は変化球できました、打ちました、ワンバウンドヒットになりました、サードランナーホームイン、バファローズ1点追加します、センター前のタイムリーヒット、12対0、ホークスなおも三塁一塁のピンチです。9番バッター吉田、先ほどの打席でソロホームランを放っています。
思ったより伸びていきます。初球打ち、これはどうだ、ショートの横抜けた、サードランナーホームイン、バファローズ1点追加します。レフト前へのタイムリーヒット、13対0、ホークス。なおもにホークスピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは3番手の海野。さあマウンドを任されたのは海野、今シーズン23試合目の登板です。際どいコース見送っています。低め外れました、ボール先行です。引っ張った、これはどうか、三遊間抜ける、ホームに送球する、これでマルチヒット、ノーアウト満塁です。バッターボックス新井、さっきはいい当たりのヒットを打たれてますからね、ええ、まあタイミングが合ってるようなんで、ここは注意が必要ですよね。そうですね。ノーアウト、打ちました、取った、セカンド送球、セカンドホースアウト、一塁送球アウト、ダブルプレー、ホームに送球する、最後はタッチしてトリプルプレー完成。しかしこの回バファローズホームランで追加点を挙げています。ヤフオクドームからお送りしていますゲームは6回の表に入ります。オリックスバファローズ、打順よくこの回はクリーンナップから始まります。バッターはドレイパー、先三森、素晴らしい反応を見せた、アウト、ファインプレー。バッターは DH 小栗、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。まあさっきはいいところで打たれてしまったんでね、はい、今度はしっかり抑えておかないといけませんよね。はい、さあここはやり返すことができるんでしょうか。海野、まずは先頭バッターを打ち取っています。3球目外れました、打ちました、これは浅いフライ、ヒットになりました、これでマルチヒット、ワンアウトランナー一塁となりました。打席には5番バッター栗、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。初球打ち、下がっていく、下がっていく、うん、そのままスタンドに入りました、ツーランホームランが出ました。これで2打席連続のホームラン、ホークス追加点を許します、15対0。警戒すべきバッターに浴びた一発となりました。バッターの金村、ここのところ5試合で打率は6割を超えていますが、バッティングの調子が上がっていると見ていいでしょうか。そうですよね、今日もホームランが出てますし、間違いなく絶好調ですよね。なるほど、そうですか。さあここは好調さを発揮できるでしょうか。打ちました、レフト下がっていく、下がっていく、入った、ホームラン、ソロホームランが出ました、これで2者連続のホームラン。三塁回って、今ホームイン、ここでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあそうですよね、存在感が大きいバッターではありますけど、特に意識する必要はないですよね。そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。打ちました、これは大きい、伸びていく、ここはフライになっています。2球目打っていきましたがセンター掴んで2アウト。8番バッター古久保、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。抑えきれません。これはショート、グラシアル掴んで、これで3安打猛打賞、2アウトランナー1塁。バッターボックスは9番吉田、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。いやさっきはやられてしまいました。打ちました、痛烈な打球、大きな打球になった、入った、ホームラン、ツーランホームラン、これが今日2本目のホームラン。初球でした、前でしっかり捉えられた打球はスタンドまで届いてしまいました。ホークス追加点を許します。ここで一発を浴びてしまいました。打順はトップに帰って大石、さっきはストレートを打たれたんでね、ここはストレートをどう使うかですよね。そうですね、そういったポイントを抑えた配球になってくるかどうか。インコースを厳しく攻めます、ボール先行です。打ちました、伸びていく、この打球は落ちそうだ、これはセンターの頭上を越えていきました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます、
バッターランナーは二塁到達。これで3安打猛打賞。ツーアウトランナー二塁。さあまず1球目、ちょっとタイミングはずれました。打ちました。詰まりながらも右中間へ。ここはフライになっています。上林が掴んで3アウトです。しかしこの回バファローズ3本のホームランで追加点を挙げています。里崎さん、ここでこれ以上離されると非常に逆転が難しくなってきますよね。まあこの状況なんで、これ以上失点すると。そう、打ちました。グラシアル取って、ワンアウトです。バッターボックスには指名打者の小栗。先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。まずはワンアウトを取っています。さあ2球目は何か。打ちました。ライト下がっていく、下がっていく、どうだ、入った、ホームラン。ソロホームランが出ました。これで今日3打点。今ゆっくりと打ったバッターホームイン。主砲の一振りでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。打順は5番クリ。先ほどの打席でツーランホームランを放っています。思ったより伸びていきましたよね。はい、今日はバッティング絶好調。3打席連続ホームランに挑みます。里崎さん、本当に怖いバッターですよね。今日当たってますからね。組み立ては十分注意すべきでしょうね。さあどんなピッチングを見せてくれるか。一塁アウト。バッターボックス金村、先ほどの打席でソロホームランを放っています。うまく運ばれましたよね。はい、ツーアウトランナーありません。これはショート、グラシアル掴んで一塁アウトで3アウトチェンジです。しかしこの回バファローズソロホームランで追加点を挙げています。8回の表、7番から始まるバファローズの攻撃。鈴木バッターボックスに入ります。今日はホームランを放っています。前の打席、あわやというような大きい当たりでしたよね。ここは注意していった方がいいですね。はい、そうですね。ホークス厳しい展開で8回を迎えました。さあ里崎さん、この回はきっちり抑えていきたいですよね。まあそうですね、気持ちを切らすことなくいってほしいですね。まだまだ諦めないためにも、ここはきっちりゼロで抑えなくてはなりません。バッターボックスは8番古久保。前の打席はストレートを打たれたんでね、ここはどういうリードするかですよね。さあここは同じ鉄は踏みたくないところ。ヒットになった。これで4打席連続のヒット。ワンアウトランナー1塁です。ホークスピッチャーが変わります。マウンドに上がるの、さあマウンドに上がったのはモイネロ。最初は変化球できました。次が2球目。打ちました。高く上がった。センターバック、センターバックする。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。ファーストランナー三塁回ってホームを狙う。ファーストランナー一気にホームイン。バファローズ1点追加します。センターオーバーのタイムリーヒット。ホークスなおもピンチです。打順は1番に帰ります。バッター大石、先ほどの打席でセンターへのツーベースヒットを放っています。バッターの大石、今シーズン得点圏での打率は5割3分6厘となっています。痛烈、センターへ抜ける。セカンドランナー三塁を回った。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。バファローズ1点追加します。ホークスなおもピンチです。打順は2番新井。初球打ち、さあどうだ、ヒットになった。三塁を回っていく。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。バファローズ1点追加します。右中間へのタイムリーヒット。ホークスもうこれ以上点はやれません。バッターは3番ドレイパー。初球は大きな変化球、ボールになります。外れていきます。ボール先行です。3球目は何で来るか。打ちました。いい打球だ。ライトが下がっていく。頭上ぐんぐん入りました。ホームラン。ツーランホームランが出ました。これで今日3打点。
ストライクを取りに行ったところ、しっかりと引っ張られた当たりはフェンスを越えてしまいました。ホークス追加点を許します。十分警戒はしていたはずですが、ここで一発を浴びてしまいました。バッターは DH 小栗、先ほどの打席でソロホームランを放っています。まんまと打たれてしまいましたよね。はい、バファローズこの回7人目のバッターになります。低いところへ決めてきました。これが3球目、追い込まれました。ワンボールツーストライクです。打ちました。これは大きい、伸びていく、打球を追っているがこれはヒットになりそうだ。センター深いところ破っていきました。バッターランナーは二塁まで進みました。これで6連打、ワンアウトランナー二塁となりました。まず変化球決まってワンストライク。痛烈な打球、高く上がった、入った、ホームラン、ツーランホームランが出ました。これが今日4本目のホームラン。真ん中に入ってしまったストレート、ジャストミートされた打球はフェンスを悠々と越えていきました。ホークス追加点を許します。ここで一発を浴びてしまいました。ホークスピッチャーが変わります。右バッターが続く場面でコールされたのは加山。さあマウンドを任されたのは加山、今シーズン50試合目の登板です。インサイド見送っています。インコース、打ちました。レフト下がっていく、下がっていく、打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達、これで8連打、ワンアウトランナー二塁となりました。打席には7番バッター鈴木、今日はホームランを放っています。バファローズこの回は打者一巡の猛攻となっています。引っ張った、ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナー三塁回ってホームを狙う、セカンドランナーホームイン、バファローズ1点追加します。レフト前へのタイムリーヒット、ホークスもうこれ以上点はやれません。バッターボックス古久保、先ほどのヒットはしっかり捉えた打球でしたよね。ここは気をつけないとまたやられかねませんからね。そうですね。はい、いきなり牽制、一塁はセーフ、初球打ち、この打球はフライになっています。サードが構えます。松田が掴んで2アウト、バッターボックス吉田、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。抑えきれませんでしたね。はい、2アウトになっています。これはバットが泳ぎます。追い込まれました。ワンボールツーストライクです。さあ勝負してくるのか、よく見ています。これが5球目、ファーストランナースタート、ヒットエンドラン、ヒットになった、ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう、これで6打席連続のヒット、2アウトランナー三塁一塁。打った、レフトバックする、バックする、ボールはそのままフェンスに直撃、サードランナーホームイン、バッターランナーは二塁到達、バファローズ1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット、ホークスもうこれ以上点はやれません。バッターボックスには代打のブライアント。里崎さん、この場面で変えてきましたね。まあ相手は完全に突き放しにかかってますから、なんとか跳ね返したいところですよね。そうですね。さあ一度気持ちを切り替えて踏ん張ってほしいところ。引っ張った、セカンド取った、一塁送球、一塁アウト、スリーアウトです。しかしこの回バファローズ2本のホームランで追加点を挙げています。さあ里崎さん、
だいぶ厳しい展開とはなっているんですが、最終回になりましたね。まあ最後まで諦めないためにもここはしっかり抑えないといけません。これから9回、点差が大きく開いたリードの場面でバファローズは代打を送ります。バッターはデイビス。ホークス厳しい展開でこの最終回を迎えることとなりました。里崎さん、ここはしっかり抑えていく。打った、大きな打球になった。この当たりはどうか、スタンドには届きません。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。これで10試合連続安打、ノーアウトランナー二塁です。これが1球目、これではバットが出ません。ストライクです。センターへ持っていった、大きな打球だ。ワンバウンドヒットになった。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁まで進みました。バファローズ追加点を挙げました。ホークスなおもピンチが続きます。バッターボックスには5番クリ、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。思ったより伸びていきましたよね。はい、バッターボックスのクリ、今シーズンの得点圏打率は6割1分となっています。打ち上げた、落ちた、ヒットになる。センター前ヒット、これで3連打。バッターは6番金村。さっきはツーベースを打たれましたからね、ええ、ここはしっかり低めにコントロール。初球打っていった、高い打球になった。ここはフライになっています。抑えてワンアウト、ワンアウトランナー二塁一塁。さあバッターは村上、この打席でホームランを放てば今シーズン60本。ストレート打っていった、これは大きな打球、伸びる、伸びて入った、ホームラン。村上さらにダメ押しの一発、今シーズン第60号のスリーランホームラン。これで4試合連続のホームラン、ホークス追加点を許します。打席には8番バッター古久保。バッターボックスには代打の山下。変わりまして山下、バッターは山下、背番号40。これが初球、アウトコース見送っています。2球目は何で来るか、バッターよく見ました、ボール先行です。さあ3球目は何か、3球目打ちました。この打球は落ちそうだ、ワンバウンドヒットになりました。これで9試合連続安打、ワンアウトランナー一塁となりました。ホークスピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは高橋。さあマウンドに上がったのは高橋、前の登板では勝利投手になっています。背番号12。ちょっとすっぽ抜けた感じです。これが2球目、変化球タイミング合いません、大きく外れてボールです。打ちました、高く上がった、このフライはヒットになりそうだ。左中間を深々と破るヒットになりました。ファーストランナー三塁回ってホームを狙う、ホームに送球、ファーストランナー一気にホームイン、バファローズ1点追加します。左中間へのタイムリーヒット、ホークスなおもピンチです。バッターはダイソーから起用されている水口。前回のゲームではマルチ安打を記録しています。初球はストライク、ストレートが決まっています。レフトへ持っていった、ワンバウンドヒットになった。二塁ランナー三塁も回った、二塁へ送球する、セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁到達、バファローズ追加点、ホークスさらにピンチが続きます。今日は代打で途中出場、2回目の打席が回ってきました。さあ初球は何か、初球はストレート決まっています。いい当たり、これは大きな打球、伸びる、入った、ホームラン。ブライアント、さらにダメ押しの一発、今シーズン第15号のツーランホームラン。これで3試合連続のホームラン、ホークス追加点を許します。
今日は代打で途中出場、2回目の打席が回ってきました。先ほどツーベースを打たれたバッターなんで、ここは長打にも気をつけたいですね。そうですね。打ちました。これもいったか。レフトが追いかけ、そのままスタンドに入りました。ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。初球でした。しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。ホークス追加点を許します。ここで一発を浴びてしまいました。バッターは代走から起用されている粟口。現在打率は3割を上回っています。好調の今シーズン。ファウルになります。今のはスライダーを待っていたようなスイングではなかったですよね。インサイド落ちました。またファウル。低め見送っています。インサイド落ちました。ヒットになった。これで7連打。ワンアウトランナー1塁です。5番バッター栗。先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。ヒットでランナーを1塁。打ちました。取った。2塁送球。2塁アウト。打席には6番バッター金村。今日は3本のホームランを放っています。ゲッツー崩れでランナー残りました。打ちました。ショート弾く。ボールを拾って一塁送球します。ホークスピンチになりました。ツーアウト二塁一塁。ホークスピッチャーが変わります。右バッターが続く場面でマウンドに。さあマウンドを任されたのは高橋。ライト村上。初球抜けてしまったでしょうか。大きく外れます。インサイド打った。ショートの右抑えた。一塁送球。一塁アウト。これで3アウト。しかしこの回バファローズ3本のホームランで追加点を挙げ、残念ながらソフトバンクホークス敗れてしまいました。福岡ヤフオクドームには大観衆が詰めかけています。まずはホークスの先発東浜がヤフオクドームのマウンドに上がります。今日勝てば5勝目になります。小宮山さん、大事な立ち上がりを迎えるわけですが、小宮山さんは現役時代、立ち上がりは特にどのようなことを考えられてピッチングされてましたか？とりあえずボールをしっかり狙ったところにコントロールできるかどうかっていうところが大事でしたね。はい、そのあたり注目して立ち上がり見ていきましょう。これは決まった。打ちました。いい当たりだ。伸びていく。どうだ。入れば先制。入った。ホームラン。先制ホームランです。バファローズ。ホークス初回いきなり先制弾を浴びました。真ん中に入ってしまったストレート、しっかりと引っ張られた当たりはフェンスを越えてしまいました。ホークス先制を許します。
1対0。ここで一発を浴びてしまいました。しかしまだ1点差、後続はしっかり立って反撃といきたいところ。レフトスタンドに運ばれてしまいました。ホームランです。しっかり捉えて持っていきましたよね。先頭バッターにホームラン、痛い一発となりました。バッターは注目のルーキー新井。現在打率は3割を上回っています。好調の今シーズン、ホークス初回から先制点を許す形となっています。里崎さん、いきなり失点を許し不安の残るスタートとなってしまいました。まあ立ち上がりやれてますから、ここから調子を上げていってほしいですよね。そうですよね。ここからはきっちりと抑えたい。3球目見送っています。ボール。ボールになります。際どいが、あっとフォアボールです。ノーアウトからランナーを出してしまいました。小宮山さん、どうでしょうかね。ちょっとコントロールに気をつけたいですよね。はい、セーフ。初球大きく外れています。まあ走ってくるなら早いカウントだと思いますけど、来ませんよね。はい、ここもランナーは動きませんでした。当然ノーマークにはできませんよね。打ちました。今宮、二塁を送ります。セカンドフォースアウト。バッターボックスには指名打者の小栗。昨日のゲームはホームランを含む5安打の大活躍でした。打撃好調でしたよね。はい、さあ今日も好調を維持していけるんでしょうか。ゲッツー崩れでランナー残りました。内へ低めの変化球、ワンボールツーストライクです。高め打ちました。この打球は落ちるか、どうだ、ライトが取りました。ツーアウトです。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあ、そうですね、一発が怖いですから、やはり低め中心のピッチングになると思いますね。なるほど、どういった攻めを見せてくるか。ランナーに神経を使いながらの投球になります。打った、これはどうか、センターオーバーのヒットになりました。ホームに送球する、ファーストランナー一気にホームイン。バファローズ1点追加します。右中間へのタイムリーヒット、2対0になりました。ホークスなおもピンチです。非常に速い打球でした。合わされてしまいタイムリーとなりました。タイミング合ってましたからね。立ち上がりを攻められています。打順は6番金村。ホークスこの回2点を失っています。さあ先制点を奪われて、なおも得点圏にランナーを背負った場面。いや小宮山さん、やはり先ほどのホームランで乱されましたかね。どうでしょう、まあそういった意味でもこれ以上引っ張った、弾き返した打球はレフトへ。中村が抑えて3アウトチェンジです。しかしこの回バファローズ先手を取るソロホームランが出ました。2回の表、2回の表7番から始まるバファローズの攻撃。ブライアント打席に入ります。現在打率は3割を上回っています。好調の今シーズン。さてホークスの先発は東浜。ここまで5試合に登板して4勝1敗という成績。前回の登板は7回3分の2を投げて自責点1、白星を挙げています。大きく外れました。甘く入ってますよね。ちょっと危ないボールですよね。そうですね。打ちました。この打球は落ちそうだ。ワンバウンドヒットになりました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー二塁です。さあホークス得点圏にランナーを背負った場面です。まあここはしっかり抑えて攻撃に備えたいですね。なるほど、そうですね。まあチャンスに非常に強いバッターが相手ですから、リードには十分気をつけたいですね。はい、さあここはしっかり抑えたいところ。内へ、これは決まった。ワンボールツーストライクです。これは変化球。バッターの山下、今シーズン得点圏での打率は5割8分9厘となっています。
ここもファウルです。次が7球目。打った、レフトに強い打球、伸びていく、どうだどうだ、フェンス直撃、セカンドランナーホームイン、バッターランナーは2塁でストップ。バファローズ1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット、3対0。ホークスもうこれ以上点はやれません。警戒していた相手ですがタイムリーが出て追加点を奪われています。まあ注意すべき相手でしたよね。この序盤戦さらにリードを奪われます。さあそして打席には吉田入ります。さあなおもピンチが続きます。まあ勢いづかせると厄介ですから、ここは無失点で打ちました。いい当たりだ、大きな打球になった、レフト下入った、ホームラン、ツーランホームラン、これがチーム2本目のホームラン。初球でした。しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。ここで一発を浴びてしまいました。警戒すべき相手でした。ここで追加点となるホームランを打たれています。まあ正直これはきつい一発ですよね。点が入りました。序盤で早くもリードを広げられています。打順はトップに帰って大石。さっきはストレートを打たれたんでね、ここはストレートをどう使うかですよね。ええ、さあここはどういった攻め方をしてくるか。インサイド外れます。大きな打球になった、レフトバック入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。真ん中に入ってしまった変化球、しっかりと引っ張られた当たりはフェンスを越えてしまいました。ホークス追加点を許します。6対0になりました。ここで一発を浴びてしまいました。バッターボックスには2番新井、前の打席ではフォアボールを選んでいます。初球空振りです。痛烈、切れました、ファウルボール。打ちました。ここは打ち上げています。ピッチャーが落下点に入ります。東浜抑えてワンアウト。打順は3番ドレイパー。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ワンアウトになっています。初球打ち、大きな打球になった、ライト下がっていく、下がっていく、入りました、ホームラン、ソロホームランが出ました。これがチーム4本目のホームラン。初球でした。しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。ホークス追加点を許します。7対0、クリーンナップに一発を浴びてしまいました。バッターは今日 DH に入っている小栗。バファローズこの回7人目のバッターになります。初球空振りです。さあ2球目は何か。ここは落としてきました。打ち上げました、伸びていく、この打球はフライになっています。3球目打っていきましたがセンター掴んで2アウト。バッターボックスは5番クリ。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。さっきはしてやられましたよね。はい、ここはピシャーっと抑えてやり返さないといけませんよね。はい、さあここはやり返すことができるんでしょうか。2アウトになっています。打ちました、浅いフライ、ヒットになりました。これでマルチヒット、ツーアウトランナー一塁。バッターボックスには6番金村。先ほどの打席はレフトフライに倒れています。先ほどアウトになりましたけど、あわやというような当たりでしたからね。ここは長打を警戒しておきたいですよね。はい、そうですね。ヒットでランナーを一塁に置いています。引っ張った、サード取った、一塁へ送ります。一塁アウトで3アウトチェンジです。しかしこの回バファローズ3本のホームランで追加点を挙げています。これから3回、里崎さん、点差を離される展開となってしまいましたね。そうですね、まだ序盤ではあるんですけど、まあ今日はなかなか厳しい。初球打ち、このフライはどうだ、落ちるか、ヒットになった、
一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。これでマルチヒット、ノーアウトランナー二塁です。打順は8番山下。まあホークスバッテリーとしてはもう1点もやれない状況ですからね、しっかり抑えて反撃を待ちたいですね。はい、さあどういうピッチングをしてくるのか。この球は外れました。打ちました。ぐんぐん打球が伸びている。伸びてボールはそのままフェンスに直撃。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。バファローズ1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット。8対1、ホークスもうこれ以上点はやれません。バッターは9番吉田。先ほどの打席でツーランホームランを放っています。うまく運ばれましたよね。はい、打った。センターに強い打球、伸びていく。どうだどうだ、センターオーバー。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。バファローズ1点。打順は1番に帰ります。バッター大石。先ほどの打席でソロホームランを放っています。まんまと打たれてしまいましたよね。はい、今日はバッティング絶好調。3本連続のホームランは狙ってくるんでしょうか。里崎さん、打った。これもいったか。左中間に大きな、そのままスタンドに入りました。ツーランホームランが出ました。なんと3打席連続のホームラン。真ん中に入ってしまったストレート、しっかりと引っ張られたあたりはフェンスを越えてしまいました。ホークス追加点を許します。11対1、ここで一発を浴びてしまいました。バッターは2番新井。初球は何で来るか。打ちました。伸びていく。積極的に行きましたがライトライナーに倒れています。ワンアウトです。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあやはり一発を警戒するリードになりますかね。基本的には低め中心に攻めたいですよね。なるほど、そういった攻め方をしていけるかどうか。しっかり捉えた。ライト下がっていく、下がっていく。入った。ホームラン、ソロホームランが出ました。これで2打席連続のホームラン。三塁キャンパス回ってホームに帰ってきました。12対1、ここでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。バッターボックスには指名打者の小栗。バファローズこの回7人目のバッターになります。豪快なスイングは空振りになります。次が2球目。打ちました。ライト下がっていく、下がっていく。どうか、入った。ホームラン、ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。三塁回って今ホームイン。13対1、主砲の一振りでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。ホークスピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは3番手の海野。さあマウンドに上がったのは海野。今シーズン24試合目の登板です。昨日のゲームでは3イニングを投げています。打ちました。これは浅いフライ。ここは打ち上げています。初球から積極的に行きましたがライト掴んで2アウト。6番バッター金村。先ほどの打席はサードゴロに倒れています。2アウトになっています。体に近いところ、スライダー外れます。打ちました。これは大きい。伸びていく。このフライはヒットになりそうだ。これはセンターの頭上を越えていきました。バッターランナーは二塁まで進みました。これで8試合連続安打。2アウトランナー二塁。甘いコースでしたが見送っていきます。打ちました。ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナーホームイン。バファローズ1点追加します。センター前へのタイムリーヒット。14対1、ホークスもうこれ以上点はやれません。バッターボックスは8番山下。
先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。まあさっきはいいところで打たれてしまったんでね、はい、今度はしっかり抑えておかないといけませんよね。はい、さあここはやり返すことができるんでしょうか。高めギリギリです。あっという間に2ストライクです。次が3球目、インコース落としました。次が4球目、ボールになります。さあ決め球を思い切って投げ込みたいですね。なるほど、引っ張った、サード取った、一塁へ、一塁アウト、スリーアウトです。しかしこの回バファローズ3本のホームランで追加点を挙げています。4回に入っていきます。バファローズの攻撃、打席には9番バッター吉田、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。さっきはしてやられましたよね、はい、ここはピシャーっと抑えてやり返さないといけませんよね、はい、さあここはやり返すことができるんでしょうか。ホークス厳しい展開で中盤4回を迎えています。さあ小宮山さん、この回はきっちり抑えていきたいですよね。流れを取り戻したいですよね。そうですね、さあしっかり抑えていきたい。コーナーを攻めます、追い込んでいます。ワンボールツーストライク、ファウルになります。次は勝負ですね、決め球をいいところに投げれるかどうかですね、はい、打ちました、内野を抜けていきます。これで4打席連続のヒット、ワンアウトランナー1塁となりました。打席には2番バッター新井、先ほどの打席はライトフライに倒れています。さっきはアウトになりましたけど、いい当たり飛ばしましたからね、打ちました、取った、おっとボールが落ちている、落ちている、これはショートのエラーです。セカンド送球、2塁タッチはアウト、ツーアウトランナー1塁。打席には3番バッタードレイパー、先ほどの打席でソロホームランを放っています。初球打ち、これはどうだ、センターに抜ける、ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう、三塁はセーフ、これで3安打猛打賞、ツーアウトランナー三塁一塁。名前コースだったんですけどね、牽制、一塁はセーフ、打ちました、セカンド取った、一塁送球、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。ランナー出ましたがバファローズ得点はありませんでした。里崎さん、大きく離されて一方的な展開となってしまいました。どのようにご覧になってますか。まあ自ら流れをつかみ損ねてるっていうところもあるんで、なかなか厳しい戦いになってますよね。そうですね、この厳しい、打ちました、ライト下がっていく、下がっていく、入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。これでシーズン本塁打記録を更新しました。今ゆっくりと打ったバッターホームイン、15対1。ここでさらにバッターボックスは6番金村。前の打席はストレートを打たれたんでね、ここはどういうリードするかですよね。なるほど、そのあたりバッテリーは警戒していかないといけませんね。2球目は何で来るか。誘ったんですけど見極められましたね。振ってきません、外れています。いい当たり、これは大きい、伸びていく、これは破っていきそうだ、センター深いところ破っていきました、バッターランナーは二塁到達、これでマルチヒット、ノーアウトランナー二塁です。初球ボール球です。インサイド落ちました、これはどうか、グラシアル、これで3連打、ノーアウトランナー3塁1塁。まずはボールから入りました。いやー、今のはちょっとヒヤッとしましたよね。そうですね、打った、さあどうだ、このフライはヒットになりそうだ、まんまん中左中間破っていきました、サードランナーホームイン、ファーストランナー三塁回ってホームを狙う、ファーストランナーもホームイン、バファローズが突き放します。左中間へのタイムリーヒット、ホークスもうこれ以上点はやれません。打順は9番吉田、まず何を投げてくるか。初球は大きな変化球、ボールになります。
バッターボックスの吉田、今シーズンの得点圏打率は